マンチェスターユナイテッドがパリ・サンジェルマン、PSG、所属のウルグアイ代表 MF マヌエル・ウガルテに関心を寄せているようだ。25日、イギリスメディア、スカイ・スポーツが伝えている。2023から24シーズンは FA カップを制覇したものの、プレミアリーグではクラブ史上ワーストの敗戦数と失点数を記録し、8位に低迷したマンチェスターユナイテッド。戦力拡充に向けて、今夏の移籍市場ではストライカーとセンターバック、CB の補強に動くとみられており、ボローニャ所属のオランダ代表 FW ジョシュア・ザークツィやエバートン所属のイングランド代表 DF ジャラッド・ブランスウェイトらへの関心が明らかになっている。報道によると、ストライカーや CB と比較し優先度は低いものの、マンチェスターユナイテッドは守備的 MF の補強も検討しているとのこと。2022年夏に加入し、ボランチの主軸として活躍してきたブラジル代表 MF カゼミーロに今夏の対談の可能性が浮上していることから、後釜となり得る選手の動向を注視しているという。現時点でオファーは提示されていないものの、ウガルテがクラブ内部で評価されており、交渉への最初のアプローチが行われたようだ。現在23歳のウガルテは母国の CA フェニックスでプロデビューを飾り、ポルトガルのファマリカンを経て、2021年夏にスポルティングへ完全移籍加入。同クラブでは公式戦通算81試合に出場し、在籍2年目は日本代表 MF 森田秀正ともプレーした。昨年夏には PSG へ移籍し、2023から24シーズンは公式戦37試合に出場し3アシストをマーク。2021年9月にデビューしたウルグアイ代表でも中盤の主軸として活躍している。なお、昨年夏に推定5100万ポンド、現在のレートで約100億円でウガルテを獲得し、2028年6月末までの契約を締結した PSG だが、移籍金の大半の回収が見込める場合には、他クラブからのオファーを検討する可能性もあるという。